2014年3月、家の前に変な手紙落ちてたというスレを立てたイッチ。その変な手紙に飛びついたスレミンたちは、その後思いもよらぬ恐怖体験をすることになるのでした。まずイッチは家の前で拾ったという手紙の画像をアップしながら、この気味が悪い手紙について皆さんに相談させてくださいと言ってスレミンたちに呼びかけました。そして自らのスペックを語ったイッチは30歳で既婚の男性であり、仕事はケアマネージャーをしているとのこと。ちなみにケアマネージャーとは、介護支援専門員という国家資格を持っている人がつくことのできる介護保険に関するスペシャリストのことです。またイッチは奥さんも2ヶ月前まで介護職をしていたことを伝えた上で、補足として現在奥さんは出産を控えて実家に里帰りしていると付け加えます。そしてここで手紙の内容を見てみると、そこには手紙の送り主がイッチの奥さんが実家に帰ってしまったことを知り、イッチの食事面や健康面を気にしている様子や、奥さんが介護職であるのも知っていることを匂わせる内容が書かれていました。さらにイッチについて、優しすぎるから心配と言ってイッチを深く知る人物が書いたことを伺わせる内容だったのです。そして最後にはプレゼントを用意したので楽しみにしていてください、大好きなあなたへという署名な言葉で締めくくられていました。するとスレ内ではこの手紙について怖いという率直な意見もありましたが、大半のスレミンたちはイッチに対してモテるアピールだとひがみ始めます。さらに中にはイッチが結婚してるくせに八方美人なせいで勘違いさせてしまった女のストーカー行為と言って、この少ない情報量の中から勝手にイッチの人格を推測して自業自得だと言い出す、証拠不十分でも勝手に妄想断罪日記まで現れる始末。しかしそんなスレミンたちの意見を聞いたイッチは、妻と同じ職場だったのでこれまで女性トラブルはなかったと前置きした上で、それでももしかしたら勘違いさせてしまった女性がいるかもしれないと不安を吐き出します。というのも1ヶ月ほど前からイッチは身の回りに何やら異変を感じているそうで、それはまるで何者かにストーキングされているようだというのです。するとスレミンたちは素直にスレナイの意見を受け入れるイッチに対して好感を持ったのか、いい心がけだと言って、何から目線なのかわかりませんが、とにかくイッチの話を聞く姿勢を見せ始めます。しかしそんな中にもイッチの期間限定独身生活というハンドルネームに対し、嫁がいない間に独身の時のように遊ぼうとしているのが名前ににじみ出てると言い出す、いつもの文句垂れ蔵スレミンも現れ、スレは通常運転で進行していくのでした。こうしてイッチは自分の身の回りで起きる異変について話し始めました。なんでもイッチは戸建ての家に住んでいて、その家には小さな庭があるそうですが、ここ1ヶ月ほどその庭からたびたび人が歩き回っている気配がするのだとか、またイッチは自分の家の庭に何者かが侵入している気配を感じているにもかかわらず怖くて確認していないという突き抜けたヘタレっぷりを暴露します。するとそんなイッチに対し、ヘイチキン野郎、根性なしはママのケツでも舐めてな、などと言い出す洋画特有の言い回しで人をバカにする USA 慢性日記が登場しました。しかしイッチはここで、自分が今のようなビビリになってしまったのは過去に人違いで誘拐されたことがあるからという仰天エピソードを公開します。なんでもイッチが言うには、たまたま誘拐犯のターゲットの近くにイッチがいたことで間違って誘拐されたそうで、すぐに間違いだと気づいた犯人にその後解放された過去があるのだとか。そしてイッチはその事件がトラウマとなり、今でも意図が読めない他人の行動には恐怖感があると打ち明けたのです。するとこのあまりにも衝撃的な幼少期のメモリーを披露したイッチに対し、ほとんどのスレミンの反応は、
誘拐の話の方が気になるというもので、当然のように多くのスレミンたちがイッチに対して誘拐された時の詳細な情報を求めました。ところが自分から突然ファンキーな情報をぶっこんできたイッチが、今回の件とは関係がないのでと言って誘拐事件についての詳細を断ったので、スレミンたちからはファックなどの短めながらも辛辣な罵声が飛び交います。しかしここであるスレミンが、とりあえず手紙から犯人像を洗い出そうと話を軌道修正したことで、このスレ本来の目的を思い出したスレミンたちはヘタレイッチに対し、そんなんでよく結婚できたななどと悪態をつきつつも、ここでやっとイッチが拾った手紙の考察を始めることにしました。するとイッチはそんなスレミンたちに感謝しながら、里帰りしている奥さんがもし家にいたら今回の件もあっという間に解決したはずだと言って、自分の奥さんがイッチよりも頼りになるということを説明します。何でも奥さんは老人ホームに勤めるという仕事柄、夜勤をすることも多く、深夜の暗闇で徘徊している老人にも平気で対応するそうです。その後スレミンたちはチキンハートのイッチと結婚した心臓のケボウボウの奥さんに対してお似合いだと言って祝福したり、イッチの奥さんに勝手に惚れるゆり展開希望抜きが現れたりするのでした。そしていよいよ本題である不気味な手紙の内容について、あるスレミンが、手紙の送り主がイッチの奥さんが実家に帰ってしまったことを知っていることに触れて、この情報を知っている人物はイッチの職場の人間か、あるいは隣人なら気づく可能性もあるとして、イッチに心当たりはないかと尋ねました。するとイッチはその質問に対し、全てに心当たりがありますと答えます。というのもイッチは奥さんと同じ職場で働いていたこともあって、職場のスタッフは全員イッチの奥さんが里帰りしていることを知っているとのこと。また隣人についても、近所の人と顔を合わせた時に軽くその話をしたことがあるそうです。そしてイッチのこの話を聞いたスレミンたちは、容疑者があまりに多くて絞れないと言って悩み始めます。しかしここでまた先ほどのスレミンが現れ、手紙に書かれているあの人も介護に疲れていたという文章は、イッチの奥さんを指していると思って間違いないかと他のスレミンたちに聞きました。するとスレミンたちは、それしか可能性はないと言いますが、この情報についても職場のスタッフや隣人は知っていたと思われ、やはり容疑者を絞ることはできないのでした。こうして手がかりがつかめないまま、いよいよ手紙の最後の部分を考察し始めた先ほどのスレミンは、手紙に書かれているプレゼントが届けば手がかりになるとした上で、さらに手紙の最後にある大好きなあなたへという言葉から犯人は女性であると決めつけます。しかしそんな決めつけを許すわけもない野獣ニキたちが、なぜ男に惚れるのが女と決めつけるんだと言って、ホモ展開希望の大合唱を始める始末。するとここでイッチが現れ、最近何かプレゼントをもらった覚えはないことや、自分に好意を寄せている人物が存在していると感じたこともないと告げます。ところがあるスレミンが手紙の文章に違和感を持ったらしく、まだ3月なのに暑い季節が来る前に行っておかしくないかと言い出しました。そして他のスレミンたちもその意見に同調し始め、普通暑くなる季節といえば早くても6月くらいからだと推測し、あるスレミンが、分かった、犯人は暑がりのデブだと言ったことで、なぜかスレ内ではイッチをストーキングしているのはデブで暑がりの女性というプロファイリングが成立してしまうのでした。ところがイッチ曰く、職場の女性スタッフは体格がいい人が多いそうで、スレミンたちのふざけた推理もあながち間違いではないらしいのです。しかしこの事実でまた容疑者が絞れなくなってしまい、とりあえず明日も仕事があるということで、イッチはスレを離れていきました。そして翌日の夜9時を回った頃、イッチがスレに帰還したのですが、なんとイッチは
庭先で人の気配がすると言い出し、ビビり散らかしている模様。するとスレミンたちは一斉に、突撃しろだの、早くラブレタークーリングオフしてこいだのと勝手なことを言い始めました。しかしすっかりヘタレキャラが定着したイッチは、絶対に無理ですと言ってスレミンたちの突撃指令を拒否します。それでも人の身に降りかかる災難は別腹でおなじみのスレミンたちが引き下がるわけもなく、イッチに対して執拗に庭の様子を探れと指令を出し続けました。中にはチラッとカーテン開けるだけでいいからと言い出す。カーテン開けたら開けたで、絶対その先の要求がエスカレートするであろう、先っちょだけだからお願いに来まで登場する始末。しかし筋金入りの弱虫イッチは、誰かいたらと思うとカーテン開けるのも無理ですと言って、かたくなにスレミンたちの要求を断り続けます。そしてそんなイッチのヘタレっぷりを見せつけられたスレミンたちは、いや誰かいそうだから確認しろって言ってるのにと突っ込みながらも、テコでも動かないイッチに呆れて、その後の進展を待つことにしました。すると次の瞬間、なんかゴンって音がしたんですけどと慌てた様子のイッチが書き込みをしてきたのです。そのイッチの書き込みを見たスレミンたちは、今までのあやふやな気配だけではなく、今度は音まで聞こえたというイッチに対し、さすがに確認するか警察に電話するかしろとアドバイスを送ります。ところがイッチは、今は精神状態が普通じゃないので、もしかしたら空耳かもなどと言い出し、本当に空耳なのか、それとも確認するのが怖いから聞こえなかったことにしたいのか、どっちなのかわからない紛らわしい発言をしました。するとここであるスレミンが、手紙とかストーカーとか関係なく心霊現象じゃないのかと言い始めたことで、スレミンたちは突然相手がストーカーから幽霊にチェンジされてしまい、ヘタレイッチよりもビビり散らかします。その後もイッチはまだ気配がしますと言って、一向に外の様子を確認しないくせに一丁前に実況だけは続けたい模様。そして結局深夜の0時を回るまで、イッチは庭先に誰かの気配を感じていたようですが、ここでようやく気配が消えたと言ったイッチは安心してスレを去っていきました。ところが翌日の朝、イッチが出勤前に庭に出て前日の音の手がかりを探していたところ、なんと見覚えのない一枚のタオルが落ちているのを発見します。その使い古されたタオルはどうやらナイキ製らしく、何やらひらがなで7文字ほど書かれているようでしたが、その文字は滲んでいるため何が書いてあるのか読み取れません。すると画像を見たスルミンたちは、汚い雑巾や隣の家から飛んできた臭そうな洗濯物と失礼な感想ばかりを投稿しますが、一部のスレミンはなんとかタオルに書いてある文字を解読しようと張り切り始めました。そしてその中であるスレミンがイッチに対して、文字の部分だけをアップにした画像を要求すると、イッチはわかりましたと言って画像をアップします。しかしアップにしてもやはり文字は読み取りづらく、スレミンたちの解読作業は難航している様子。ところがここで一人のスレミンが、この文字死んで償えって書いてあるように見えないかと言ったことで、スレナイは一気に恐怖に包まれました。そして他のスレミンたちも、言われてみればそうとしか読めないと言い出し、タオルに書かれた恐ろしいメッセージについて心当たりはないかとイッチに尋ねます。しかし一位曰く、さすがに死んで償わなければならないほどの心当たりはないとのことで、その後もしつこくイッチの女遊びを疑うスレミンもいましたが、大半のスレミンたちは、昨夜イッチの家の庭に侵入した何者かが置いていったものということで意見が一致した模様。さらにあるスレミンが手紙に書いてあった文章を思い出し、暑い季節が来る前に用意したプレゼントってこのタオルじゃないのかと追い打ちをかけるように恐ろしい推理を披露しました。するとスレミンたちは、
確かに暑い季節とタオルのプレゼントは相性がいいと言って、勝手にパズルのピースを埋めて怖がり始め、スレナイには恐怖の絶叫が響き渡るのでした。そしてここまでのスレミンたちの考察を聞いていた人一倍チキンでおなじみのイッチは、もう怖いから考えるのはやめましょうと言って出勤のためにスレを離れていってしまいます。こうしてイッチが去った後もスレ内ではスレミンたちによる大考察会が続きました。まず犯人はなぜイッチに付きまとうのかという疑問に対しては、やはりイッチに好意を寄せる女性あるいは男性という意見がスレ内では根強く、スレミンたちは自分たちがモテないからといってここぞとばかりにイッチの悪口を言い始める始末、さらに死んで償えと書かれた例のタオルについても、イッチに好意を寄せている人物が全くイッチに相手にされないことを逆恨みしているのではないかという意見が大半を占めました。そして結局スレミンたちがたどり着いた答えは、犯人がわからない以上殺される前に警察か探偵を頼るというもので、イッチがまたスレに現れたら助言をする方向でスレは進行していったのです。ところがその日の夕方、スレミンたちがイッチにアドバイスをする前に予想だにしない展開が訪れました。なんとイッチが仕事を終えて帰宅すると、自宅前をうろつく老婆に出会ったそうです。そして怖がりながらも老婆と話をしたイッチは、その老婆とのやりとりの中で謎は全て解けたと衝撃の発言をしました。するとスレミンたちはイッチの謎は解けたという発言に食いつき、早く聞かせろといつものわがままを言い始めます。それからスレミンたちにせかされたイッチは、まず老婆との出会いの場面から話し始めました。何でも仕事を終えてイッチが自宅前に着いた時、イッチの家の前に挙動不審の老婆がいたそうで、その老婆の身なりはホームレスと見間違うほどボロボロで、近寄りがたいオーラ満載な老婆の横をイッチは素通りしようとしたようです。ところが老婆の横を通り過ぎる時に、老婆の方から、ここで大事なタオルを盗まれたのですが知りませんかと声をかけられたとのこと。またタオルという単語に敏感になっていたイッチは、心当たりがあるのでちょっと待っててくださいと老婆に告げ、家の中に保管してあった例のタオルを取ってきて見せたのだとか。するとタオルを見た老婆の表情は突然鬼のような形相になり、お前が盗んだのかとイッチにつかみかかってきたのですが、イッチは冷静に、うちの庭に落ちてましたと言って老婆をたしなめてから、昨日うちの庭の中を歩いていませんでしたかと優しく問いかけたのです。またここまでの話を聞いたスレミンたちは、俺ならとっくにパンツ汚してる、いや俺なんて話聞いただけでパンツ2枚目と言って安定のゆるゆる下事情を晒しますが、イッチは構わず話を続けます。そしてイッチに問いかけられた老婆が、ここはあなたのお家ですかと逆にイッチに質問してきたそうで、それに対しイッチは、そうです、ここのところかなりの頻度でうちの庭に来てますよねと返したそうです。そう言って自分がクソビビリなせいで全く証拠もつかんでないくせに賭けに出た発言を老婆に浴びせると、老婆はごめんなさいと謝った後に、この家に昔の優しい息子に似ている人が住んでいてつい足を運んでしまうという奇妙な発言をしたとのこと。すると今現在イッチの家にはイッチしか住んでいないことを知っているスレミンたちは、逆に怖い、いややっぱりお前の家には人ならざる者が住んでるんじゃねえかと言って怖がり始めました。それからもイッチは続きを話し始め、今この家には私しか住んでいませんと老婆に告げたところ、老婆は、ああそうですか、息子に似ているのはあなたなんですとうつろな表情で言ったそうです。そして老人介護に詳しいイッチ曰く、この老婆の発言や表情から察するに、
認知症が進行している可能性が高いと言います。またここまでノイッチの話を聞いていた一部のスレミンたちは、ボケ老人の迷惑行為や新手の老害などとひどい悪口を言いますが、他のスレミンたちはタオルに書かれていた文字の意味は聞いたのかと言って、例のタオルの真相を知りたがるのでした。するとイッチはそれについても謎は解きましたと言って、死んで償えと書かれている説は間違いだったとのこと。そして実はタオルに書かれていた文字は老婆の息子の名前である新藤嗣成と書かれていたそうで、名前がすべてひらがなで書かれていることから、おそらくは老婆の息子がまだ幼い時に使っていたタオルであることがうかがえ、スレナイは何とも言えない雰囲気になってしまいます。さらに死んで償えと読み間違えたスレミンを槍玉にあげて責めたり、隣の家から飛んできた臭い洗濯物と発言したスレミンまで人でなしと責められたりする始末。そしてその後スレではイッチがさらに衝撃の事実を告げていくことになります。なんとイッチはタオルの真相を知った後になけなしの勇気を振り絞って、例の手紙についても見覚えはありませんかと言って老婆に見せたとのこと。すると老婆はまたしてもお前が盗んだのかと言って再びイッチにつかみかかってきたそうですが、イッチが家の前に落ちていたと説明すると、先ほどと同じやりとりがあった後に、この手紙は老婆が前に息子に渡すはずだった手紙だということが判明したのです。この衝撃的な発表を受けてスレミンたちはどよめきながらも、それは無理がないかと言って、さすがにあの手紙はイッチに対するストーカー行為だから問題から目をそらすなと忠告しました。しかしイッチはすべて辻褄が合うんですと言ってスレミンたちに説明をし始めます。なんでも手紙の冒頭部分のお嫁さんが実家に帰ってしまいという文章は、これまでスレ内でイッチの奥さんが出産のために里帰りしていることを指していると考えられていましたが、実は老婆の息子の奥さんが実家に帰ってしまったことを言っているそうです。またその原因も老婆がボケてしまったことで介護が必要になったからとのことで、このことから手紙の続きである、あの人も介護に疲れていたのでしょうという部分も説明がつくと言います。そしてここまで来るとスレナイは完全にお葬式ムードを一色となり、老婆に同情し始めるスレミンが多く現れ始めました。しかしそんなスレの雰囲気にお構いなしのイッチは、追撃のいかに老婆が息子を愛しているのかというエピソードを語り始めます。なんでも老婆の落とした例のタオルは、息子が小学校の遠足の時に学校側からタオルを持ってくるようにという指示があった時に買ったものだそうです。そして当時タオルなんて何でもいいと思っていた老婆は、息子が実は友達の間で流行っているナイキのタオルが欲しいということを言い出せないでいたことを知って、サプライズで買ってあげたと言います。またその時タオルを受け取った息子は大変喜んでいたそうで、老婆はあの時の息子の嬉しそうな顔は一生忘れないとつぶやきました。するとスレミンたちはもうやめてくれと言って、自分のまんまと重ねて心の汗が目から溢れ出している模様。さらにそんなスレミンたちの中には、私も将来結婚して子供ができて、その先で自分がボケたとしてもいつまでも子供を愛しているこんなおばあちゃんになりたいと、寝てもいないのに寝言を言い出す、いつから結婚できると錯覚していたネキも現れます。そして最後にイッチは、老婆が暑い季節が来る前に用意したプレゼントはクーラーボックスと保冷剤だそうですと言いました。またそれは老婆の息子が土木系の仕事をしているため、夏には大量の飲み物をボロボロのバッグに入れて、いつもぬるいドリンクを飲んでいることを不憫に思って購入したのだと言います。それからこの優しさの詰まったプレゼントは未だに老婆の認知症が原因で
昨年から息子にはさせずじまいであることも付け加えられました。その時医療場は、私がボケちゃったからね、仕事も忙しいのにあの子も大変なのと寂しげな表情で言ったのが印象的だったとイッチは言います。こうして全ての謎が解けたスレナイには、老婆とその息子に幸あれと、いつもの殺伐とした雰囲気とは一味違った空気が流れ、人の不幸はデトックスが座右の銘であろうこのチャンネルの視聴者を裏切り、優しい気持ちで幕を閉じるかに思われました。ところがその3ヶ月後、息子が誕生しましたというハンドルネームの人物が、3ヶ月前に家の前に変な手紙を捨てたというスレを立てたものですという長い上にややこしいタイトルのスレを立てます。またそこにはネットニュースの切り抜きが貼られており、その記事は介護疲れの息子が母親を殺害との見出しで、容疑者の名前は進藤嗣成、そして認知症の母親を介護していた息子が母親の介護に疲れたことが原因で出て行った妻から離婚を迫られていたことや、その後一人で面倒を見ていたものの精神的に参ってしまったということが書かれていました。さらに母親の死因については、息子が母親の部屋に置いてあったクーラーボックスで頭を殴り殺害したことを自白したとあり、あろうことか遺体の腐敗を遅らせるために大量の保冷剤が母親に巻かれていたことも書かれていたのです。そしてこの記事をアップしたイッチは、私は介護職についていながらあの老婆の SOS に気づけなかったと言って後悔している様子でした。なんでもイッチによれば、老婆があの時言った私がボケちゃったからねあの子も大変なのという言葉は、すでにあの頃息子から虐待を受けていた老婆が言葉を選びながら発した SOS だったというのです。というのも、イッチは老婆に出会った日に老婆の身なりがホームレスと見間違うほどにボロボロだったことについて、あれはもう身体的に虐待を受けていて、服だって洗濯もされていないものでいつも同じものを着ていたのではないかと言います。そしてイッチは老婆の身なりを見て認知症だからと決めつけて納得した当時の自分を責めるのでした。すると当時のスレを知っているスレ民たちが続々と現れて、ニュースがあの老婆のことを伝えているとは感じつつも、一人のスレ民が亡くなったのはあの老婆で間違いないのかとイッチに尋ねました。それに対してイッチは、亡くなった方の住所がうちから徒歩圏内ですと言って、老婆が認知症ゆえの徘徊でイッチの家までやってきたことを考えると、老婆の家は近所であることが自然であると説明します。さらに容疑者の名前は進藤嗣成であり、あのタオルに書かれた老婆の息子の名前と同じであることで確信したというイッチは、身内の介護は本当に大変なんです、皆さんももし困った時は必ず身近な人やプロに相談してくださいという言葉を残してスレを去っていきました。こうしてイッチが去った後のスレでは、かなりのショックを受けているであろうイッチに対してスレ民たちから慰めの言葉が飛び交います。しかしそんな雰囲気の中でも、老婆の息子に対し優しさであふれたプレゼントを狂気にするなんて悪魔の所業と言って責め立てるスレ民もいました。するとそんなケツがブルーのスレ民に対して、介護疲れってのは想像を絶するんだ、お前も体験すればわかるといったあるスレ民の言葉を最後に、このスレはどんよりと幕を閉じるのでした。介護は場合によっては介護鬱になる可能性があるほど負担がかかるといいます。日頃から身近な人に相談できるようにしましょうね。次回の動画も楽しみにしろください。